ホセロイド・ホレバスはドイツ・アシャフ・フェンブルク出身のサッカー選手。オリンピアコス FC 所属。ポジションは DF。父親がギリシャ出身であり、代表ではギリシャ代表としてプレーする。父親はトリカラ出身のギリシャ人。母親はウルグアイ人であるが、ホレバス自身はドイツ生まれドイツ育ちでドイツ国籍を保有している。2011年11月3日に、 ギリシャ国籍を取得。18歳の時に、当時の恋人との間に、娘が生まれており、家族を養うために一時はサッカーを諦め、倉庫で働いた経験がある。2011年5月には同じアシャフ・フェンブルク、出身のディアナ夫人と結婚している。サッカー選手としては、左サイドバックを本職とする。ユースから1860ミュンヘン時代は、フォワードとして起用されており、 攻撃的なプレーを得意とする一方、守備面ではポジショニングなどに問題がある。ただしホレーバス自身はローマ加入時にセンターバックでのプレーも可能であると話している。地元のクラブのユースチームでプレー後、戦術のように娘の誕生のために一旦サッカーから離れた。2005年に ビクトリア・カールでサッカー選手に復帰するとストライカーとして33試合に出場し15得点を挙げる活躍を見せ2006年夏に当時ブンデスリーが2部の1860ミュンヘンに移籍した移籍当初は22歳にしてセカンドチームに所属していたが1年後の2007年夏にプロ契約を結び2007年9月21日のザンクトパウリ戦で プロデビューを果たした。2009から10シーズンには、監督に就任したエヴァルトリーネンデにより、サイドバックに、コンバートされた。2010年夏にギリシャスーパーリーグのオリンピアコスに、移籍金50万ユーロで移籍。オリンピアコスの監督に就任したリーネンに誘われる、形での移籍となった。UEFA ヨーロッパリーグ予選での敗退により、リーネンが解雇される浮き目を見るものの、 こレバスは2011年3月20日のライバルエクアテネ FC 戦で移籍後初ゴールを挙げるなど31試合に出場しオリンピアコスの優勝に貢献した。2011年9月13日のオリンピックマルセイユ戦で UEFA チャンピオンズリーグデビュー。2011年10月19日のボルシアドルトムント戦では チャンピオンズリーグ初得点となる先制ゴールを挙げ、オリンピアコスの勝利に貢献した。2011から12シーズンは全大会で35試合に、出場し3得点を挙げ、オリンピアコスの国内2冠に貢献した。2012から13シーズンは全大会で40試合に、出場し4得点を挙げ、オリンピアコスの3年連続40度目のリーグ優勝と、 二年連続の国内二冠に貢献。2013年夏にはベシクタ州への移籍が報道されたが、最終的にはオリンピアコストの契約を2017年まで延長した。2013から14シーズンは全大会で29試合に出場しに得点を挙げ、オリンピアコスのリーグ4連覇に貢献した。2014年8月30日にイタリアセリエ A の ローマに遺跡金100万ボーナス50万ユーロ3年契約で遺跡。ローマへの遺跡にはギリシャ代表とオリンピアコスでのチームメイトであったバシリストロシディスとコスタスマノラスの影響があったことを明かしている。2014年9月24日のパルマ戦にフル出場しセリエ A デビュー。11月30日のインテル戦でドリブルから強烈なシュートを決め遺跡後初得点を挙げた。 12月14日のジェノア戦では観客に中指を立てたとして1試合の出場停止処分を受けたが、後にクラブの抗議により処分は撤回された。2015年1月11日のラツィオとのローマダービーではフランチェスコトッティの同点ゴールをアシストした。ローマでは2014の15シーズンの全大会で34試合に出場し得点を挙げた。 2015年7月2日にイングランドプレミアリーグのワトフォードに移籍金250万ボーナス50万ユーロ3年契約で移籍2015年8月8日のエバートンとの開幕戦に出場しプレミアリーグデビュー2020年8月18日オリンピアコス FC に復帰したアンダー世代での代表選出経験はないその出自からドイツ、ギリシャ ウルグアイの3つの代表チームを選択可能であったが、当時ギリシャ代表を率いていたフェルナンド・サントス監督から誘いを受けたことにより、2011年11月にギリシャ国籍を取得し、2011年11月11日のロシアとの親善試合にギリシャ代表として出場した。UEFA ユーロ2012のメンバーにも選出され、初戦のポーランド戦、 第2戦のチェコ戦に先発出場したものの、ホレバスが攻撃参加し穴となった左サイドを攻められたため、第3戦のロシア戦では途中出場となった。また、ロシア戦で累積2枚目のイエローカードを受けていたため、準々決勝のドイツ戦には出場できなかった。2012年11月14日のアイルランドとの親善試合で決勝点となる代表初ゴールを記録。 2014FIFA ワールドカップでは全4試合にフル出場しギリシャの初のベスト16進出に貢献。決勝トーナメント1回戦のコスタリカ戦の PK 戦では3人目のキッカーとして PK を成功させたもののチームは敗退した。ありがとうございます。